新機能か。すげえ。あ、カイロです。カイロ。そう。あったかい。ちょっと待って。よいしょ。風が冷たいので。マグマカイロ、わかんない、カイロ。カイロです。寒くなってきたからね、最近ちょっとお腹とかあっためようと思って。というか今日はちょっとだけね、山口県に帰って、もう東京に戻ってきたんですけど、そう、明日からまたレッスンとかがあるので。誕生日なんだって。今日おめでとうございます。今日誕生日の方おめでとうございます。そうね、壁のクリスマスなくなっちゃったからちょっと寂しいね。日帰りしてきたの。日帰りしてきました。今日は泊まって、まあ明日帰るっていうこともまあできたっちゃできたんだけど、もう日帰りにして、まあ明日からまた切り替えていこうかなと思って。ほんととんぼ返りをね。 まさにとんぼ返りです。ですね。そう。あ、でもこのご時世だからね、いろいろと気をつけて帰省してきました。少しはというか多分結構充電できたと思います。ですね。もうなんかね、帰る時ね、もう何て言ったらいいの、涙腺ゆるゆるで。涙腺がゆるゆるでですね、なんかもうなんか張り詰めてた気持ちが、もうあれ、なんか張り詰めてた、まあめっちゃピーンって張ってた糸がプツリと切れた感覚で。 そんな感じでですね、もう涙腺ゆるゆる、自分でもびっくりした。あれ、自分ってこんなに我慢できなかったっけっていうくらい。お疲れ様です。 そう、なんか悲しいとかそういうことでもないんですけど、なんでだろうね、自分でも。でもなんか最近まあ、緊張することとか多かったし、でその緊張からの失敗もあったからかなとか思ったりね。頑張れてたのかな。そう、そういう場所があるっていいよね。帰りにママとも話してましたね。空港に行くまでの間話してましたね、そういう話。そうね、まだなんかゆっくりと帰れたらいいですね。でも次帰れるのは本当、結構先になっちゃいそうなんですよ。だからまあ早く帰れたらいいなとは思ってますね。そう、家族の時間は大事。あ、そうね、山口県でお仕事あったら一石二鳥なんですけど。 どうかな。山口のお正月っていい感じそうだねって。山口のお正月はね、でもまあ実家ってみんなよくない？みんな今年帰省しますか？帰省しますかね。でももうなんかもともと親と住んでるよって方もいると思うんですけど、
ね、あとこのご時世だからしない方も多いんじゃないかな。まあそうだよね。そうだよね。ですね。離れていてもだよね。あの歌詞まんまです。で、今日ちょっとだけ帰省した時には、パル君をギュッてしましたね。そう、なんか匂い嗅いだ瞬間、最初ちょっと警戒するんだけど、匂い嗅いだら慣れるんですよ。匂い嗅いだ瞬間、なんか多分私だって分かるらしくて、可愛かった。もう今日も絶好調、絶好調。 今日もやっぱり可愛かった。今日も今日とて私の彼はかっこいい。そう、忘れられてないですね。しかもめっちゃ可愛かったのが、パルって呼んだら、にゃって言うの。何回もパルって言ったら、にゃって言うの。可愛くない？本当に可愛くて、もう持って帰りたかった。持って帰ろうかと思った。そう。キスをせがんできてね。するよね。もう可愛いんだもん。可愛くて仕方がない。パル何歳？パルはでももう飼い始めてどのくらい経つかな。5年？いや、そんな嘘。8年とか？かな。そんくらい経ちますね。猫の舌はね、ザラザラしてるし、お口が臭い。お口が臭いんです。5年くらいか、パル。なんか正直、いつ頃飼ったかちょっと覚えてない、もう。なんかでも小学校の高学年くらいの覚えなんだよね。違ったっけ？ AKB 入った頃だったっけ？入った時だったっけ？あ、5年じゃなくないって話か。そう、そんな気がする。パルどうだっけ？なんか前飼ってた猫ちゃんが亡くなっ、私が生まれる前からいた猫ちゃんなんですよ。ほんとママさんが学生時代の頃に飼い始めた猫ちゃんが、まあ、私が小学生くらいに亡くなって、でその後その猫ちゃんにそっくりな猫をたまたま見つけて、里親募集のところでたまたま見つけて、で可愛くて可愛くて、で自分で世話するから飼わしてって言って飼うことが決まってうちに来たので。なんか前の猫ちゃんの年齢考えたら、前の猫ちゃんが15年くらい生きたんですよ。だから15年くらい生きたから、だからそれで考えたら小5？ 11 歳くらい？9年くらい？あ、結構年いってますね。そう、前の猫ちゃんが長生きしたんですよ。
そうだね、AKB 入る前だから9年くらい。うわ、長生きしてるじゃん、パル。もう結構な年齢だね、パルも。でも見た目全然そんな感じしないんだよね。なんか前の猫ちゃんはそのもうなんかだんだん年を重ねてきたらなんかもうおばあちゃんだねって感じだったんですよ。おばあちゃんだねって感じだったんですけど、なんかパルくんはすごく元気かもしれない。あ、人間なら60歳ぐらい？じゃあいいおじさんですね。いいおじさんだわ。山口では長生きするのかなって。あ、そういえば私前飼ってた猫ちゃんの骨にする時 火葬場の近くの神社に住んでる猫ちゃんたちがね、20歳と28歳とか、あ、25歳と28歳だっけ、20年くらい生きてる猫ちゃんがそこにいて、めっちゃすごいって思った。 ね、言い方がちょっと悪かったけどさ、最初やばくない？なんかそれ聞いて嘘でしょって思った。でもなんからしくてすごいよね。しかもなんか神社に住んでるってところがちょっと自分の中ではなんか関係してんのかなとかね。今でも生きてたらプラス9年だから38くらいいってるんじゃない？そう、なんかお寺ってパワースポットじゃん。だから猫のさ寿命にも関係すんのかなとか。ねえ、もう今はいないかな。ねえ、でもすごいなと思って。しかもめっちゃ元気だったの。もう二十何歳なのに。あ、ミー&ユー、先ほど M の上下注文しました。楽しみですって。よかった、楽しみにしててください。届くの。なあ、やっぱそうなん。猫で30だったら人間で200？やば。 あ、じゃあ猫の15歳は100歳ぐらいなのか。うん、猫の5年が50年？え、じゃあもう10歳で100歳じゃん。 じゃあ15歳、猫の15歳が、ね、人間の150歳？なんか猫のさ、なんだ、年齢の数え方がわからない。なんか猫って1年に3歳ぐらいずつ年取るとか言わない？でもちょっとよくわからないね。あ、5年で30歳だろうって。まあいろいろ説があるんですね。まあ10年で60ぐらいで、15歳で、猫の15歳が人間でいう90ぐらいかな。まあ難しい話だね。あ、確かに人間もそうだよね。多分食べ物がね、裕福になったからなのかな、やっぱり。
みゆちゃん長生きしそうだよねって、なんか自分でもちょっとそう思う、長生きしそうだなって思う。うちのひいおばあちゃん、なんかすごい遠い親戚って言ったらいいんですかね、なんかおばあちゃんが100歳、100、2、3歳ぐらいまで生きたおばあちゃんがいるんですよ。病院に1回、すごくね、でもね、病院に入院する10日前ぐらい、1週間2週、2、3週間前ぐらいまでは老人ホームで元気に暮らしてたおばあちゃんなんで、すごくね元気なおばあちゃんなんですけど、そうで一回病院に面会行った時もなんか笑ったりすごく楽しそうにしてて、そうだからなんか遺伝してるのかなってちょっと思ってる。確かにね、ひいおばあちゃんもまだ元気だし、長寿の家系なのかもね。なんか女性が強いイメージあるわ。なんか何長生きするというか、そんなイメージがありますね。うちは うちの家系は、まあ女性が単に多いしね。なんか この年でも結婚相手を言われたよ今。みゆちゃん年下と結婚するといいかもって。なんでなんで なんでなんで 面白い。なんか占いすごい最近行ってみたいって思っちゃう。なんか番組で急に占ってみたみたいな番組最近ない？あ、占わせてくださいだっけ？休日が今日占わせてくださいみたいな感じの番組あるんですけど、その占いしてみたい。なんか面白いんですよ、その占い師さんがすごいズバズバ言うんです。あなたこうですね、だからこうした方がいいですよみたいなズバズバ言ってくれるんですけど、その番組が面白くて、いや面白いよねあれ、そう面白くて、あれがすごい、あの人に占ってもらいたい。わ、ゲッターズさんに占ってもらえたら最高じゃない？それこそ前 AK ビンゴで一回占ってもらえたんですよ。ゲッターズさんじゃなかったけど、そう 芸人の方に占ってもらって、そう、島田さん、懐かしくない？それでなんかなかなかいいこと言われたから、その時覚えてますね。あの後に島田さんがなんかみんなに教えてくれ、行列ができて、あのやつの後、収録終わりに島田さんが「もうちょっと聞きたい方は言ってくれたら言うんで」って言ってくださった途端にもうみんなでもう大行列になって みんなそれぞれがなんかこうこうこうなんですけどっていうなんか質問を一つずつ投げ上げて、で占いの結果的になんかこうこうこうだからみたいな番組終わりでガチガチガチめの方で ガチめの方でみんな並んでて、私もちょっとねその中に紛れて話を聞きました。でもその時言われたのが本当になんか
でもあなたはなんかあれですね、なんか成功しますねみたいな感じは言われて、そう、まあ、とにかくなんだろう、50%50%だからみたいな、常に50%50%って言われた。どっちに転ぶかわからないみたいな。だから常にどっちに転ぶかわからないから、もう常に頑張ればっていう話を。そう、誰でも言えるんやけど、なんか本当になんか50%50%ですねって言われた。ね。うん、懐かしいです、めちゃめちゃ。うん、とりあえずそれを信じてる。だから頑張り次第、私はなんか常に頑張り次第なんだろうなと思ってる。でもすごく、そのさっき言った番組見て、占いの番組見て、占ってもらいたいってすごく思ったお話でした。っていうお話でした。あ、そうね、確かに私後役なんです、今年。だからとりあえず今年でもう役は終わって、来年からまた普通になるんで。そう、でもほんとなんかね、厄年って私あると思う、正直あると思う。厄年、前役、厄年、後役って3年間は縛られるじゃん。あれ違ったっけ、3年間じゃなかったっけ。そう、なんか関係あるよ、あれは。あるある、なんかあるなーって思った。気持ちの問題なのかどっちなのか分かんないんだけど、けどなんかね、なんか結果的にやっぱ沈むなって。後役はあんまりなかったんだけど、正直後役はそこまでだったけど、うん、そう、後役はね全然関係ないなって思ったけど、前役と厄年が、そう、で厄年が特に、厄年が特になんかやっぱり来たなって思った。そう、サイクルとかね、なんか本当になんかいい運気が自分の中に入る時期と、なんかやっぱり沈む時期っていうのが大体占いでね教えてもらえたりするんですけど、で過去のやつとかも結構当たってたりするんですよ、そういうのが。なんかそれがまた面白い、なんで当たるんだろうみたいな。で厄払いにはちゃんと行きました。来ましたよ。待って、超おもろい。チャリで転んだのを厄年のせいにしてますって。うーん、そうだろうね、そうだそうだ そう思っとった方がいいわ。うん、ね、占いはほどほどに。ああ、翻訳か、来年。厄払いってしっかり厄払ってきてください。おみくじとか明日には内容忘れてるなーって。わかるかも、わかるわかるわかる 私もそういう、そっち側。で、今年おみくじ引きに行けなくない？お宮参りが今年いけるかなーって感じですね、正直。
わ、翻訳救急搬送された人いるわ。それはもう役だね。大丈夫だったかな。私救急搬送されたのは、救急搬送ではないか、まあ夜間の救急に行ったのは、手羽先の骨を喉に詰まらせた時だけ だけですね ちっちゃい時ね 本当にちっちゃい時、ちっちゃい時です。厄 年だったのかもしれない、あの年が 私の中での。大丈夫だった。で、夜間の救急に、まあ、車で連れてかれる間にもう骨が喉を通過して、もうなんかケロッとしてたらしいから、救急行く意味なかったらしいんだけど、結果大丈夫でした。そう、全然トラウマになってなくて、それが逆に覚えてないの、ちっちゃい時すぎて。だから手羽先は今でもやっぱ大好きだし、おじいちゃんがすごい綺麗に食べるんです。で、それが遺伝して私もなんかすごい綺麗に食べるので、そう。でも今はもう器用に食べてますよ、喉に詰まらせないように。だからよく喉に詰まったよね。どんな食べ方したんだろう。本当になんか 本当にどうやって食べたんだろうって今でも分かんないんだけど。確かに遺伝というより学習したのかもしれない、見てね。でもなんか手羽先食べてるところ人様の前では見せたくない。ガチだから私は 手羽先とか骨付き鶏食べる時はガチなので、絶対に見せたく、誰にも見せたくない。見せるとしたら家族。魚は綺麗に食べれるよ、なんか人様の前でも。けど手羽先系に関しては、綺麗に食べようと思ったら恥を捨てなきゃいけない、あれは。どこまで食べるの？って、手羽先のさ、おっきい、まずお肉の部分あるじゃん。その次にこの、なんか大体みんなが持つところがあるじゃん。そこも食べるんです、私。そこも、骨だけになるぐらいまで、食べるので そう。結構食べるね。あと軟骨も。そう、手羽先の先まで、隅々まで食べますね。ガチ好きなんですよ。でも最近手羽先食べてないです。でもハツの手羽先講座とはなんかまた食べ方が違うので、でもハッツに教えてもらって、ハッツほんときれいに食べるのよ。だからそれ以来ちょっとハッツのを見習って私もの食べ方をしてます。もうね、あれ外資の時にみんなで、外資終わりにみんなで手羽先食べに行った時に、ハッツがみんなの前で食べ方披露してくれて その時のみんなのなんか反応が面白くて、みんななんか「おー」みたいな感じでやって、みんなでその後ハッツの真似をして食べたっていうこともあったりするので、多分エイトメンバーは大体、その時出てたエイトメンバーはみんな食べれるんじゃないかな、あの食べ方で。
そう、2つに折って、で持ってこういく 動画ないけど、ハッツのもうね、手羽先講座はね、もう開講されたことありますね。第1回目の授業が開講されました、その時。そう、名古屋また行きたいな。でも手羽先美味しいんですよね、名古屋の。善悪で名古屋行った時も、大体帰りに手羽先をね、持たせてくださるんです、スタッフさんが。帰りの電車の中で、新幹線の中でのお弁当が大体手羽先なんですけど、そう、美味しいんで、それがすごく大好きで、それのためにね、名古屋行くの毎回だからすごい楽しみなんです。余計にね、ファンの方会って、帰りにその美味しい手羽先食べて帰るっていう。また行きたい。だから手羽先って味違うって、まあ塩とタレでまず違うじゃん。で、名古屋の手羽先はちょっと甘めかなとか思いますね。でもカラッと揚がってるやつも美味しいし、ちょっと胡椒強めのやつも美味しいしって感じかな。ああ、そう、味噌もあるよね。お、もう33分だ。いや、山ちゃんじゃないんですよ、私好きなの。まあ、山ちゃんも美味しいから好きなんですけど、どこだっけ、あ、風来坊かな、風来坊かもしれない。そうそう、多分風来坊だ、漢字だった覚え。ではちょっとカラオケタイム、ニューカラタイムいっちゃうよ。今日は歌いたい曲があるんです。あるかな。お、あったー。歌えるかな。じゃあそれでは聴いてください。ごいね。バイバイバイ、手を結構した自分、私らしくないよね。ああ。お手上げララバイ。でもすごい歌いやすかった、これ。ねえ、これなんかいいよね。どっかでできたらいいな。では、ランキング発表いきたいと思います。13位からいきますね。ガチャ、アットマーク、みおじいさん。13位おめでとうございます。ありがとう。そして12位が、最高のフィナーレを、アットマーク、みおじいし、しびび、ちゅかえよ、かむさみんだ。ありがとう。そして11位が 勝手に1位にしちゃったね。11位が、体にピース、アットマーク、なんて書いてないですね。体にピースさん、11位おめでとうございます。ありがとう。そして10位がセミさん。セミさん、10位おめでとうございます。ありがとう。そして9位がテオネオ、ラブラブさん。9位おめでとうございます。ありがとう。そして8位がピーシア、ハート、タイ、今週もスースーなかバブーバブー、8位おめでとうございます。ありがとう。そして7位がピーシア、あ、じゃあ 戻った、クラウドキューティーン、アットマーク、パルラブズバブミュー。そんな今日はバブミが強いですか。はい、7位おめでとうございます。ありがとう。そして6位がミュウの彼女、し、あ、10位変わっちゃった。10位がですね、10位がミュウの彼女、シリーちゃん、アットマーク、ステイヘッティミュウ 10位おめでとうございます。ありがとう。そしてね、10位が結構変わりまして、12位にジョー、アットマーク、ミュウのナイトさん、12位おめでとうございます。ありがとう。そして11位が、ケンシン、アットマーク、みゆちゃん、温かくしてゆっくり休んで、いい夢見てね、おやすみ。
キャシーさんこそ暖かくしていい目見てね。はい、11位おめでとうございます。ありがとう。そして10位が読んだので9位ですね。9位が山ちゃん、山ちゃん9位おめでとうございます。ありがとう。そして8位がココンにパルイチュッカエをカムサムダ、ありがとうございます。そして7位がピールケウアットマークタイグンナイカラブラブナカ7位おめでとうございます。クプンカー。そして6位がヌコッパアットマーク来年もミュータン推しよろしく。ゆくいちかえをカムサムダ、なんだっけ、めじゅ違うか。ゆくいちかえをカムサムダ。そして5位がさとちゃんアットマークをワールドトリガー2期の先行上映見てきたんですかね。これは感想聞かせてください。でもいつ聞けるんだろうね。はい、5位おめでとうございます。ありがとう。そして4位が星侍アットマーク M ネットの年末特番の MC おめでとう、楽しみ、お楽しみに。はい、あの M ネットまああれか、うんですね、ぜひあのチェックしてみてください。よいおめでとうございます。ありがとう。そして3位がジョークスノーさん、ジョークスノーさん3位おめでとうございます。ありがとう。そして2位がキリン A ミューディーシー、イビチュカエヨカムサムダ、ありがとう。そして1位がザゼロミューディー、おやすみゆみゆイビチュカエヨカムサムダ、おやすみゆみゆチャイジャヨ、ありがとうございます。では13位から読んでいきたいと思います。クラウドキューティーさん、最高のフィナーレをし、ミスターブルースカイシーピーシアさん、テオネオちゃんセミさん、体にピースさん、ガチャさん、和田さん、マイさん、シマヤンさん、アスラヒデちゃん、ジアリングさん、ヒヨパンさん、カカアイナシ、グリフォンさん、クマさん、ニューガチゴヤシ、キョンウェグハンヒャン氏、玉龍さん、クラッシングさん、お手上げだったヘギョンに、ホタルミュウさん、トット氏、マイミュー48ミュウさん、チョコミントさん、焼きとうもろこしさん、エイト氏、真面目に頑張ってる子が報われますようにさん、コッサスミュウ氏、福丸さん、アキちゃんマン、松ぼっくりさん、科学先生、ブラウン氏、XD さん、ハスキーさん、KITT さん、ねちゃんたいさん、ココさん、ミキトさん、ひでじろさん、ひろさん、ミュウにお手上げカレーさん、ゆうとしさん、すけた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 っきーお手上げさん、あきひこさん、なみなりジョニーさん、加藤 BB さん、ラミちゃん、はさかちゃん、ほいほいさん、ほわんさん、なんなん48さん、ウィンパディさん、パラングスさん、クックさん、フィンド 4B さん、KYS さん、ポングポングさん、D さん、台湾中心さん、AK さん、トゥッテンシー、いつもし、ラブリーさん、からあげちゃん、イーグルイーグルさん、なお、アットマークミュー大好きさん、栃木亮太さん、ハッピーミューし、サガツネガミさん、救急車を乗り心地いいよね。乗ったことないんですよ。いいんだ。フロストさん、グンちゃん、ゴールド888さん、シゲアンさん、ポッティさん、マッチヒロさん、消しちゃった一回。マッチヒロさんでしょ？どこだ、マッチヒロさん。栃木亮太さんいたね、ハッピーミューさん、サガツネガメさん、フロストさん、グンちゃん、ゴールド888さん、シゲアンさん、ポッティさん、みちひろさん、トッキンさん、 CYBERPUNK さん、もしも鳥だったらさん、オルガン坂を歩きたいさん、ブルーゴレム氏、ヒロくん、ローソンおじさん、ミューパラギ氏、ピングーさん、アリサさん、アリサちゃん、はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。見てくださって、ではスクショタイムいきたいと思います。いきますね。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ではタンポーズ、こんなところにみかんがあるので、みかんと一緒に一ポーズ目。
歩詰め、三歩詰め、以上です。ありがとうございました。正月っぽいでしょ、みかんあったら。ちなみに1枚目の題名は鏡餅。はい、では皆さん本当に今日も見てくださりありがとうございました。明日は22時からしようと思ってます。ネイルン、ヨルシブとオフエ、ヨルシブとパサエオ、コッパエオ、コッパエオ、はい、そしてトゥモローショールーム、10pm ウォッチプリーズ、よろしくお願いします。ではこれにて終わりたいと思います。なっさよ。ではじゃじゃよ、グッナイ、グッナイか、おやすみなさい。またね。ただ。